はい、皆さんこんにちは。こんにちは。中の人チャンネルです。イエーイ。はい、本日中の人チャンネル第9回になるんですけれども、テーマは結婚です。はい、で詳細はですね、本日来ていただいた K 博士にお願いしたいと思います。博士よろしくお願いします。はい、また私です。はい、今回はね、結婚ということで、40レベルになった皆さんはね、月の仙人のところで結婚することができます。まずは月の仙人、今はもう月の仙人の場所についてるんですけど、探し方はまずマップを開いて世界地図から蘇竜の城を選べば飛ぶことができます。はい、そしてそこから NPC をタップして、下の方にある月の仙人をタップすると自動で向かうことができます。相当下にあるので、ちょっと皆さんご自分で探してください。はい、ではまず、今日は中の人1と2の結婚式を行いたいと思います。はい、イエーイ。はい、で、まず結婚式をやる前には、好感度がまず1000ポイントないと、2000ポイントないとできないので、そこは注意してください。でどうやってまず上げるかというと、こうバッグを選んでもらって、でその他からこの赤い糸がありますので、これを使用してこう好感度をアップできます。で2000なので、ここは20個が必要です。はい、はい、今アップ成功しました。はい、はい、で早速あれですよね、月の仙人に話しかけてみたいと思います。はい、はい、ここに結婚するがあるのでタップして、あ、はい、ここはまずさっき言った赤い糸の他にも、普遍の心っていうアイテムが必要なので、ここからショップから買うことができます。はい、はい、早速買いたいと思います。はい、はい、で成功しました。でもう一回結婚する。はい、はい、準備ですね。はい、来ました。プロポーズが来ました。はい、承認します。で誓いの言葉を交わします。はい、映画のワンシーンのようですね。はい、わー、わー、おめでとうございます。ありがとうございます。わーい。わー、何やら難しいことが書かれてますが、はい、誓いの言葉というか、うん、はい、はい、結婚証明書ですね。はい、あ、すいません、好感度1000で合ってました。あ、すいません、すいません、たびたび、はい、訂正します。1000です。1000です。すいません。はい、はい、でここでダンジョン退出ですよね。はい、はい、そうですね、そうですね、退出、うん、してもらって、うん、ここは今度は金堂。はい、はい、うん、で結婚式を開く。うん、ここにいろんなカスタマイズがあるので、うんうん、どうしますか。はい、やっぱ豪華に行きたいですね。そうですね、うん、もうとりあえず全部豪華豪勢に。はい、ここカスタマイズがいろいろありますので、はい、すごい上級の花籠、はい、はい、うん、彫像、彫像、うん、はい、わー、すごい、すごい豪華になってますが、豪華豪華、買っちゃいます。はい、でもう一回、はい、話しかけて結婚式、はい、ないと思います。はい、きます。はい、漏れなくワールドチャンネルにね、告知されるので、うん、はい、タップして向かっていきましょう。はい、あ、でここにメールが届くの で、うん、でこれで着替えてもらって、はい、はい、漏れなくね、7日間のスキンがついてくるので、はい、はい、ここからスキンから着替えて、着替えられるので、はい、はい、では早速おめかしします。はい、まず最初は笠差し橋建設、はい、という任務が始まります。うん、まずはね、招待客がここは頑張る必要があるんですけど、はい、まあ、左側に説明があるのでその通りにやっていきましょう。うん、今回は花火を上げましょうということで、はい、花火は取引の商店から金貨で買うことができます。うん、次はダンスですね。はい、ダンスしていきましょう。女性客のダンス、はい、ハッピーダンス。わあ、セクシー。私です。博士かわいい、かわいい、してやろう。
ゃセクシーじゃないですか。ダンスかなり作り込まれた、ね、動きがリアルです。うん、お今お金で進捗を増やしてくれた人がいますね。お招待客は重金減俸で加速することができます。うん、花火きましたね。上げていきましょう。はい、どうします。はい、わーい、700。招待客はこうやって参加することでね、うん、個人貢献値を上げることができて、結婚式終了時の報酬が豪華になっていきます。あ、来ました、来ました、できましたね、会えた、わーわーわーピト、かわいい、はい、あ、次行きましょうか。はい、来ました、集靴探し、集靴探しですね。靴どこ探すんでしたっけ。靴はね、うん、頑張って探してみてください。靴は変だったような、ここですかね。こうやって飛んで、ね、あとと、うん、よいしょよいしょ、よいしょ、お、よいしょ。本来屋根の上にあるんですけど、はい、お金払って進めてくれましたかね。あ、そういうことですか。そうですね。あ、はいはいはい、すいません、今回はちょっと省略はいちゃいます。じゃあもう、はい、行きましょう。ここじゃないですか。そうですね、次行きましょうか。うん、行きましょう。こっちですね。はい、はい、遊覧船が出航しますので、うん、はい、ここで移動ですね。うん、動かしたら出発。はい。はい、わあ。わあ。来ました。豪華だ。うん。お、はい、プレゼントを配ってくれましたね。はい。で、招待客は、はい、こうやって会場に宝箱がいっぱい出てくるので、開いて。アイテムを得ることができます。ありがたいですね。あまり上げすぎちゃうのもダメなんですね。ここはここはね、うん、招待客が全部取り切らないと、うん、次のプレゼントを上げることができませんね。はい、うんうん、まあ、遠すぎる、うん、なんだかんだ言ってもついちゃいましたね。はい。ここは、さて次は矢印に従って行きましょうか。はい、行きます。すごそうなとこ来ましたね。はい、あ、これですね。この人、まずこの方にお話ししないと、うん、天地を廃し、三聖石上に結ぶ縁がある。四季を廃し、五風十雨で五穀豊穣なり。はい、互いを廃し、回廊同結。手落ち気する感じなんですね。はい。さて、ここからはもう比較的自由に行動できますね。はい。はい、宴の準備ができましたと。まずは宴やっていきますか。やりましょう。ここで、はい、じゃあもう一番高いのいっちゃいます。はい、豪華に、はい、豪華にいっちゃいましょう。福を、はい、はい、福をあと400祝福値、はい、もらえちゃいます。はい、ここでここで料理を食べていくと、はい、はい、料理の中からなんと食いまくりアイテムが出てきちゃいます。はい、いっぱいゲットしちゃいましょう。ここで食いまくります。はい、うん、では1人の獲得回数には上限があるので、うん、あんまり遠慮する必要もないかなと思います。はい、はい、
まあ、あれですよね、あの中華のすごい伝統式あの的な結婚式ですよね、これ。そうですね、はい、うん、赤ですよね、中華の結婚式といえば、うん、はい、まだ、あ、あ、まだ1個あります、ね、はい、全部食べないと次の宴会ができない、はい、はい、ので残さず食べましょう、はい、はい、食べ終えた感じですね、はい、余興やっていきましょうか、はい、余興は、うん、招待客で、ここから家族健全の人から始められます、はい、イストリイストリイストリゲーム行きましょう、はい、イストリ中、座ったダメめっちゃ負けてる負けちゃいましたやったやったぜ遠慮ないですね、私ね神父に譲らないぜ、譲らない、絶対譲らない、妻に譲らないぜって、まあまあまあ、イエーイ、はい、人が多いと第2ラウンドとか行くんですけどね、はい、あ、はい、今回は第1ラウンドで終了と、はい、はい、でここで自由時間な感じですかね、今は。そうですね、宴会を開いて、まあ、まず目標としては、うん、はい、祝福値2000を目指すことが主な目標になると思います、うん、あれまだまだあれ、またまた増えたイストリは何回でもできるんで、ぜひ負けちゃった人は挑戦してみてください絶対譲らないですね信号は絶対譲らない譲らない感じ譲らない信号譲らないですね、ああ、譲っていただけませんか優しい優しい、しょうがないって、はい、愛する妻のために、うん、感じなんですね、はい、で、まあ、2000、祝福値2000を目指す理由としては、結婚した時に7日間の完服、報復、スキンをもらったじゃないですか、うん、はい、それの無期限がもらえるという、はい、はい、うん、そう、無期限もらえちゃうので2000を目指していきましょう、はい、もう一回やりますかそうっすね、これは、はい、一応人が多いほど祝福値たまりやすくなるので、招待客のみ、ゲストのみが始められる感じですね、これ、はい、そうですね、イストリはゲストのみですね、はい、で、まあ、招待客が十分いるならどんどん宴会やっていきましょう、はい、で、まあ、本来はね、宴会をどんどん開いていけば祝福値が上がるんですけど、まあ、今回4人しかいないということで、1人の食べれる量には上限がありますので祝福値が上げられません。上限はね、課金で上げられないので、皆さんね、招待客をいっぱい招待して祝福してもらいましょうね。今回残念ですね、今回残念ですね、今回は2000いけないですね、はい、この、A みたいなところでこう皆さん集まって集合写真を撮るのも楽しいと思います、うん、はい、はい、笑ってますね見せつける見せつけてます、はい、見せつけイチャ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 あ、ちょっと解除してもらっていいですか、あ、はい、はい、ちょっと待ってくださいね、はい踊ってる、あ、あ、え、あ、ちょっと、え、あ、あ、あ、これはちょっと、あかんのでは、違うんだ、違うんだ、違うんだ、新郎さん、これは違うんだ、新郎さん、新郎ですよね。なんかいいぞいいぞ持ってあるみたいな、あーちょっとやっちゃいましたね、やっちゃいましたね、すいません、ごめんなさい、まあ、こんな感じでねそんなつもりでは結婚式を楽しんでいただければと思います、はい、はい、
はい、そうですね。では本日の中の人チャンネル、ここまでとしたいと思います。はい、ではまた次回。今日はご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。締めくくりがあれですけど、はい